WWS チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。エンジンです。あ、そうですね。このアルバムに収録されてる曲、本当にエンジンの、なんて言うんでしょう、いろんなジャンルを詰め込んだ、本当に集大成という、いわゆる、うん、あのアルバムとなっておりまして、うん、本当にエンジンのいいとこ取りというか、うん、もうこれを聞けばエンジンってどういう集団なのかが分かるっていうアルバムになってるんですけれども、ね、うんうん、まあ、リード曲の、まあ、パーフェクトサークルという曲はですね、はい、もうもちろん、まあ、この曲を聴けば、うん、なんて言うんでしょう、今までのエンジンってどういう曲出したかも分かるし、そうね、まあ、僕たちがどういう思いでこの2年間活動してきたかっていうのも分かると思うので、うん、まあ、こっからのエンジンも歌ってる曲だし、本当に僕らも聴いてて勇気をもらえるし、ファンの皆さん、ミューズの皆さんにもあの勇気を与えられる、そんな曲になっております。僕はですね、じゃあ先ほど翼くんがあのパーフェクトサークル言ってくれたんで、うんうん、じゃあ僕はもう一つの We are Engine、 いいね、言いたいと思います。はい、この曲はですね、まずもうこの曲を聴けばですね、もう9人もう分かるってもう言ってもいいと過言ではないくらいの曲になっています。うん、はい、言っていいと過言ではないくらいね、うん、言っていいと言っても過言ではないくらい、うん、本当に9人の魅力がたくさん詰まった。例えば、うん、僕だったら、うん、あの一昨日昨日からの今日とか、あのそういうキャッチなね、うん、あともう一つはね、ライブで盛り上がる曲になってるんですよ。はい、間違いない。はい、あのまあ掛け声は出せないですけど、あの手拍子でクラップクラップとかしたりとか、うん、すごい楽しい、聴いてて楽しい、ライブに、エンジンのライブに行きたくなるなっていう気持ちになる曲でもあるので、うん、ぜひぜひ皆さんちょっと家で聴いてもらって、うん、ちょっとエンジンのライブを味わってもらって、うん、会場に来てもらったら嬉しいです。Yeah! 僕が紹介したのは You! おー、 You! 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 バラードですね。バラード曲なんですけど、これね、あの、まあ、僕たちファンの方の名称を Muse って言うんですけど、うん、ですね、Muse の皆さんにね、最初は好きになってもらったけど、今では僕たちの方が大好きだよっていう、エンジン初の直接ミューズに語りかけるラブソングになってて、これ結構ね、ミューズも嬉しいだろうし、これね、多分出た時キャーってなるから、ちょっと皆さんの反応がすごい楽しみな楽曲の一つですね。ミューズ好きな人結構多いよね、これ好きを一番推し、結構多いよね、これ。いや、本当にいい曲。なんか、うん、あの専用ネームと違ったまた良さがあるよ。そう、うん、あれもバラードなんだけども、それよりまたもうちょっとなんか、なんて言うんだろうな、レトリーではないけど、うんうん、なんかもっと思いつかんなら喋んなよく気づいてくださった。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ、今回ね、そのね、ビジュアルもね、なんかみんなでこだわったりとかして、ヒロ君なんかこだわったポイントみたいな。そうですね、なんかアート、ジャケットのアートワークも背景のピンクとなんか衣装の水色がこういい感じに合う、うん、感じで、あのオブジェクトの O もすごい映えるような色合いで、うん、なんかこれも結構メンバーで意見を出し合って、衣装の系統とかもそのメンバーに合うなんか感じで、みんなそれぞれこだわって考えた、うん、ジャケットになってます。ね、かっこいい、みんな。うん。まあでも、ハイウェイインブルー聞きながら夜の高速道路。ああ、めっちゃいいし。9人で、9人でドライブ。じゃあさっき言ったね。走ってみたいよね。走ってみたい。ありがとう。うん、そうそうそう。じゃあサビのところで東京タワーボーね。そう。あ、いいね。六本木あたりかな。走ってそこら辺ね。いいね、いいね。で、窓を開けて、こういうのちょっと腕をこう肘こいで置いて外に先からキーにしてーって、そうそうそうね、何したんすかー。えー、ちょっと楽した楽したサングラスしてるんだろうね。そうそうね、そうそうそう、スタバも持ってそう、スタバも運転しながら MacBook 持つの運転できる。あと俺、あの富士急行きたい。あー、いいね、普通に戦慄迷宮行きたい。いいね、いいね、いいよ、夏だね。富士山登りたいね。あ、いいね。いや、登ったことないよ。あるよ。No. あるある、うん、俺もある。あんのかい。ごめん、ない方がいいかと思う。きつかった。きついのやりたいじゃないですか。確かに、でもきつい企画みんなでなんかやってみたい、ね、この夏、うん、チャレンジしてみたい、ね、なんか富士山ってそれこそあの本当に登った時に本当何でも自分でできるなって思っちゃうのよ、頂上にいた時に。俺って頑張ったら何でもできるんだなって思うから、いけるんじゃないみたいな。そうだから本当にヒット祈願とかでマジで富士山登ったらマジでいけちゃうよ。やろうぜ、うん、ええやる、日本一のやばい、富士山なめんなよ、うん、じゃあだから敬意を持ってやろう、うんうん、じゃあ
やるか。じゃあお前、何もないやったら絡んでくるんだろ。さっきからなんか、話広げる、うん、あれがあるんかなと思ったら全部ないから。きついよって。全部ないから。きつい一本やりでくるから。エリック登れる？エリック登ってみようかな。おお、意外と乗り気。フジさん、なめんなよ。広がらんねんはい、そうですね、まあ、この下半期に入って、まあ、2022年本当にいい年だったってみんなで思えるように年末の番組は出たいね、出たいね、出たいね、出たいなっていうふうに思いますね、なんかとにかくこの1年俺らマジで頑張ったんだぞっていうのを、まあ、ミューズの皆さんだったり俺らでもなんか分かち合いたいし、なんかそれを皆さんにお届けできたらなって、このアルバムの曲とかで ね、うん、ねなんか出れたらいいね、出れたらいいね、うん、でその番組内で年を越して、ね、そういいね、カウントダウンしたね、やるよ、やろう、やりましょう、お願いします。9月4日の日曜日にですね、名古屋ダイヤモンドホールにて、うん、ザ・ビギニング・スターツ・ヒアというイベントに参加させていただきます。こちらなんと僕たちのセカンドシングルのピースサマートレジャーを振り付けしていただいたガンミさんもね一緒に出ていますし、うん、あとはあの BMSG で有名のアイリザ翔太くん、そして、うん、ホワイトジャムの、ガシマさんもね、あの出演させていただ出演しているイベントなので、うん、あの僕たちにそれに参加することができて本当に嬉しいです。どう名古屋でやりますけど、最高や、もう全てのファンをかさらっていきます。そうやね、頑張りましょう俺らが。でもダンスがさ、すごい人たちばっかりじゃん。そうなんだよ、ね、僕たちちょっと気合い入れて頑張るね。翔太もね、歌もめちゃめちゃうまいしね、うん、パフォーマンス力高いからね。そうだ ね、 皆様ね、もう本当に負けないぐらい僕たちもエンジン全開で頑張っていきましょう。イエーイ、お願いします。今回ファーストアルバムエンジンのいろんなものが詰まって皆さんにいっぱいお届けできるようにいろんなところに僕たち行くので、ぜひ来てください。イエーイ、イエーイ、イエーイ。